近鉄バス、八尾営業所。近鉄バス、八尾営業所は、大阪府八尾市式の西にある、近鉄バスの営業所である。主に、八尾市全域と東大阪市南東部、藤井寺市北部、柏原市の一部を担当し、また飛び地的に、富田林市内の路線もカバーする。大和寺線式の駅の西側約400メートルに位置する。1956年に、 近畿日本鉄道自動車局の式の自動車区営業所として開設された。1986年に、八尾自動車区営業所に改称された。ただ、その後も当自動車区の前のバス停は2017年の廃止まで、式の大箱であった。1999年に分社化され、八尾営業所となった。2003年より、スルッと関西 J スルーカードにも対応しており、 バスカードの運用も開始した。また、1998年に、不正営業所から移管されて、以来、夜行高速バスの基地としても機能しており、北は山形から南は鹿児島まで幅広く担当している。高知山本駅から発着する八尾市北東部を結ぶ路線、ほぼ南北にまっすぐ結ぶ山本花園間は昼間時でも、おおむね15分ごと。 朝ラッシュ時には山本駅前へ数分ごとに発着する。かつては高砂住宅からの便は朝夕に多数運行していたが、2017年現在は朝の1便だけになっている。94番は昼間のみの運行である。2006年11月29日より、アリオや尾エの乗り入れを開始している。近鉄やを高砂住宅はおよそ40分ごとに運行される。 花園線や高砂線は、元は山本線と称し、平岡営業所が担当しており、当時は近鉄大阪線の北側から南側を循環する、系統や、山本駅前近鉄や尾駅前を循環する、系統や区間便も存在した。山本線、現在の花園線、高砂線同様、この路線もかつては、平岡営業所の担当だった。元々は、 京丹山駅、音地駅、近鉄八尾駅と結ぶ、音地線、22番として、運行、1998年廃止。その後、2003年から2008年まで、八尾市やいイバスが一部区間をカバーしたであったが、その後、山本駅前へ乗り入れる20番が主力となった。その後、20番と、近鉄八尾と音地を結ぶ系統は分断された、格好になっており、 両系統の接点もなくなった。昼間はほぼ20分ごとに運行し、利便性は比較的確保されている。また、大阪経済法科大学へは、学音寺バス停で下車するが、ここから徒歩15分程度かかり、かなりの上り坂を上る必要がある。同大学との間には、平岡営業所担当の京報大線が、京丹山駅前まで運行される。 なお、山本、三好京からの同大学スクールバスは、同大学の八尾キャンパスが開校指導地発着に変更したため廃止になった。近鉄バスでは、京丹山駅前を発着する20番をすべて東、花園駅前を発着に変更する計画が存在している。当初計画ではこれを2018年10月中に実施する予定であったが、 すでに完成している東花園駅前ロータリーへのバス乗り入れに対しての協議が長引いたため、氷炭山駅前停留所の廃止及び東花園駅前停留所の開設を延期したが、その後協議を終え、2019年11月1日より、当初の計画より1年1ヶ月遅れで、氷炭山駅前停留所を廃止して、東花園駅前発着に変更することとなった。山 大阪東線の JR 九宝寺駅を発着する路線07番は2004年5月に当初08番として八尾市立病院の移転と JR 九宝寺駅への乗り入れを兼ねて運行を開始した当初は近鉄八尾駅前を発着で当時運行していた八尾市のコミュニティバスあやアアバスの竹淵ルートと完全並行していたこのため2005年11月にアイアイバスは JR 九宝寺駅制のみとして、道路線との乗り継ぎ制度を導入した。現在、アイアイバスは廃止されている。2006年11月29日からは、有り八やおの交通広場発着に変更され、近鉄やお駅前は、通過、系統番号も07番に変更となった。有り乗り入れ時に、夜間の便も増発している。やお市立病院前から、 JR 九宝寺駅区間で乗車する乗客に限り、運賃100円、小に5 0円で乗車できる。近鉄八尾から JR 八尾、八尾南、藤井寺の4つの鉄道駅を結ぶ幹線。10から20分おきと比較的便数も多い。八尾空港前という停留所もあるが、同空港ターミナルへは10分程度歩く。工業団地や商業地、住宅地を結び、 比較的利用者が多い路線である。70番が基本で、71から73番は、出入庫などに限られる。富田林市西部にある今後ニュータウンの東部と、富田林駅を結ぶ路線。ニュータウンの西側には、特急が停車する南海港や線混合駅があり、同線の大阪市内ターミナルが南場にあることもあり、同駅から来る、南海バスに利用では押されている。しかし、 トンダバヤシ市役所などの行政機関はトンダバヤシ駅方向にあり、駅からは給料地を上り下りするためバスの利用者は多い。またパーフェクトリバティー教団、PL 教の本部が沿線にある。35番は北側の紅葉台、藤沢大循環で廃止された37番、工術は南側の新進三体、小金大循環であった。二千年五月に 効率化のため平日、土曜の昼間時に、限り37番を運行せず、35番との、乗り継ぎ連絡バス、30番、藤沢台6丁目小金台新進3体、中央センター前、0番、中央センター前小金台新進3体、紅葉台2丁目の運行を行っていた。しかし、乗り継ぎの不便さがあることから、2005年に、乗り継ぎ制度は廃止された。 営業所からは遠いが大阪外環状線を経由して改装されてくる。これは工述する富田林線や富田林レインボーバスも同様である。2016年6月1日のダイヤ変更で、新進、三体回りの系統、37番、初代が全便廃止となった。2018年4月2日より、PL 病院正面玄関前への乗り入れを開始した。 近鉄長野仙岸駅から駅西側の丘陵地にある梅の里住宅への路線として開設された。丘陵地の急な坂を上り下りするため利用者も比較的多い。当初は、さつきの住宅内には入らず、岸駅前梅の里住宅西間の運行で、折り返しは、三原町、現、堺市三原区との境界付近にあるターンチで行っていた。ここから市境を挟み、 約150メートル先にも別のバスターン地があるが、こちらは河内松原駅や北野田駅前から、さつきの住宅への路線が使用している。当路線をさつきの側に延長したことで、駅から遠いさつきの住宅の利便性を上げた。折り返し場はさつきの住宅の一角に新設された。一時期、松原営業所が担当していた大阪教育大学が、 奈良県境に近い柏原市の高台にキャンパスを設置したことから、最寄り駅とキャンパス内を結ぶ路線として開設。休校日は運休する。現在では、柏原市内を走る唯一の一般路線バスである。なお、国分駅前へは最終の一便のみが運行される。1994年に当初無料運行で開設された後、2003年に有料化。 大人100円、小に50円された。身体障害者手帳をもしくは療育手帳を、お持ちの方は50円、1歳未満の入児は無料である。今後ニュータウンの西部は、富田だや市内であるが市役所方面へのバス路線が、なく、ニュータウンが、近鉄バスと、南海バスのエリアの境目になっていることが一因、その不便を解消すべく開設されたものである。当初使われた車両は、 ステップリフト付きの大型車、前扉の未装備であったが、2003年に、ワンステップ中型バス、日の、レインボーに置き換えられた。同時に、路線も3路線が追加され、東西南北4路線となり、有料化された。しかし、西回りと呼ばれるようになった既存1路線は、まずまずの成績であったが、新設3路線は1便あたり1から3人という、定利用率のため、 わずか2年半で廃止となった、廃止となった路線の詳細は口実。山本線、温知線と同様、かつては平岡営業所の担当だった、杉山長駒五ご寺へのアクセス路線。戦前に不要不急路線として廃止された、杉山急行電鉄の山上鉄道線があった後を、1957年に近鉄西式工作線が復活する際に、 三条線区間は鉄道を復旧せずにバスを運行する形となった。廃線跡はバス専用道路になり、後にシニエコマスカイラインの一部となった。高安山とシギ三門の両ターミナルはいずれも三条線の駅跡にある。バスは西シギ工作線のケーブルカーに接続、早朝夜間を除くして、おおむね40分ごとに運行。ただし、 三ヶ日など利用者の多い時期には、続行便を出すなど増発が随時行われている。市議三門には2012年4月28日から、奈良交通の32系統、市議三会企業が発着するようになり乗り換え可能となった。大阪府の事業として、2019年8月22日から2020年3月29日までの期間限定で運行する路線で、運行は、 近鉄バスと南海バス、堺営業所に委託され共同運行。平日は1日に往復、近鉄バス、南海バスともに1往復ずつ。土休日は1日4往復、近鉄バス、南海バスともに2往復ずつで、近鉄バスは、八尾営業所が担当している。運賃は片道600円、小に半額。路線は、端の里駅羽び野市役所前館で、 堺市博物建前行きは、梶の里駅始発はびきの市役所と通り、堺市博物建前発は、梶の里駅はびきの市役所前終着となり、四住に停留所が異なっている。なお、梶の里駅はびきの市役所前間のみの利用は、できない。内部リンクのある路線の詳細は、各項目を参照のこと。大阪は、安倍の橋バスステーション、近鉄南波にしおキャット、 大阪駅前、地下鉄東、梅田、京都は、京都駅八条口に停車する。夜行路線の受け持ちが中心だが一部中交便も、運行し、本営業所が担当する。大阪と新宿、東京都を、名神高速道路、中央自動車道、首都高速4号新宿線経由で結ぶ、夜行高速バス。西東京バスとの共同運行である。 カジュアルチンクル号は2008年4月24日までは多摩バス当時と共同運行を行い2017年5月31日までは近鉄バス単独運行2017年6月1日より西東京バスとの共同運行になった2013年8月23日より運行を開始した路線の相性は制定されていない運行開始当初は 八尾からは8時から19時台に、京都からは9時から20時台に、おおむね1時間ごとに発車する。土休日は午前、午後に1往ずつ増発。車両はトイレなし4列シート車で運行する。2016年6月1日より、土休日のみの運行となり、便数も大幅に減った。JR 九宝寺駅、近鉄八尾駅前での一般路線バスとの乗り継ぎ制度があり、 当路線の乗車券もしくは乗り継ぎ券を提示することで一般路線バスの運賃が無料となる。座席指定制で事前に乗車券を購入しなければならないが空席があれば予約なしでも乗車可能。当日乗車に限り IC カード乗車券が利用できる。土休日のみの運行で運用上は先日の矢を京都特急線と間合い運用の形態を取り、 一体で運行される。近鉄南大阪線のターミナルである、安倍の橋近鉄百貨店前から東へ向かう路線、駅名は安倍の橋だが、停留署名は安倍の橋だった。もともとは、大阪国部王子奈良を結ぶ直通バス、奈良交通も運行していたが短縮されたもの。安倍の橋を出ると、安倍の筋を南下してから東へ向かい、安倍の協業は、 阿部の区役所前から、阿こ筋経由で、近鉄百貨店前に到着、熊田から国道二十五号経由、平野区東部から片側一車線ずつに減ることもあり、道路渋滞に悩まされることが多かった。また、大和地線との平行路線であったことから、次第に減便を繰り返し、九百九十三年には、阿部野橋始発は、休日一便だけとなり、残りは、 平野駅前発着となった。しかし、1997年に大使道異性の区間は廃止となった。なお、2000年からは、八尾市愛愛バスが加盟付近の八尾市内をカバーするようになったものの、2008年に廃止されたためこの付近は再びバス空白地になった。また、92番は、県上線出入庫の関係で残されていたが、 2006年の県上線休止と同時に休止となった。大阪上野市間に1960年代から70年代に路線バスを運行していたが、その後、毎月26日の未到系統が運行された。亀井までは、柏原線と同一でここから中間と西名阪自動車道を経由して天理まで結んだ。高速経由であるが、一般の路線バス車両で運行されていた。 1989年に廃止。ただし、天理までの高速区間は、夜行高速バス開設時の免許に生かされた。富田林線は、元は、八尾と河内長野を結ぶ路線であった。しかし、近鉄長野線との並行路線であったこともあり、その後は、富田林市内への出入校を兼ねた路線が、国道25号、国道175急道経由で、運行された。 その後、次第に減便と、区間短縮を行い、2003年に東路線は松原、営業所に移管されたが、2006年より85.86番のみ、存続となり、土曜日1往復だけが存続していたが2008年12月20日、休止された。柏原市内の路線も、このうち、02番は、柏原線と共に、大阪なら直通バスの後ろ身にあたり、 奈良県に乗り入れる路線であった。いずれも、ローカル色の濃い系統であったが、1996年に、カリンドーバタ系統、81.82番を残して、全廃された。81番は、その後青山大住宅への乗り入れにより、83番に、変更された。カリンドーバタ系統は、大阪府道183号本堂高井田線が、京愛なため、 保安要員として車掌が乗務、さらに接近を知らせるメロディも流しながら運行した。しかし、2006年7月から、柏原市が無料の施設巡回バスをカリンド・端バタへ乗り入れることになったため、当路線は休止され、これにより事実上、柏原市から近鉄バスの生活路線は廃止された。1961年に開設され、 堺東駅への唯一の乗り入れ路線として運行していた。便数は、全線投資は1時間に1便程度で他に、区間便があった。投資系統は、松原営業所も担当した。布瀬堺、東駅前間、約6.2キロメートルがノンストップなのは、並行する南海電鉄バス布瀬線、堺駅堺、東駅前河内松原駅前。 減損との兼ね合いからであった。しかし、利用者の減少から、境東への乗り入れは1993年頃に中止。国分西一丁目発着系統は、河内国分駅西側の住宅地などを循環していたものである。国分西の循環線もカリン端発着以外の県上線各系統と共に1996年に廃止された。 大橋線は、伏施屋安倍延橋、天王寺から、大阪府道173号大阪屋汚線を、経由して、近鉄屋を、さらに、四季の車庫を結ぶ路線であった。1990年代前半には、大井区間で20分おきに運行していたが、1996年には、旧法寺6丁目への乗り入れを実施するとともに、大幅に減便され、 当時は3時間に1往復程度の安倍伸ばし、発着便も休日1往復まで減便された。2004年の路線改変で、布施近鉄屋をの系統は廃止、入れ替わりに新設された JR 旧法寺駅乗り入れの系統は、旧法寺線となり、布施営業所へ移管された。この時、安倍伸ばし発着便は残ったが、2005年7月1日に廃止、 伏せ JR 急行時も2006年2月6日に土曜日一往復運転となり、その後2009年3月20日に休止された。近鉄やおい南の大指道経由式の車庫前の系統も、タ中、四季式の地区が式の線に徐々にシフトする形で土曜日一往復の運行となった後、2008年12月20日に休止された。安倍の橋発着系統は大阪市 A バス。 安倍の北総車場で折り返していた。2016年7月から大阪バスが、不正駅と近鉄八尾駅との間を結ぶ路線を開設した。東路線と多くの区間で重複するルート、第8地区では、八尾街道から外れた住宅地、商店街を経由するで事実上の復活なった。温地線は、近鉄大阪線と JR 大和地線の間を結び、 恩地駅まで結んでいたもので、かつてはさらに氷炭山駅まで足を伸ばしていた。八を木伊藤については、改変により、下記の式の線となった。かつては、近鉄八尾駅前、恩地駅前、氷炭山駅前がメインであった、恩地線の流れを組む路線で、幾度の路線変更の末、終点が恩地から、式の車庫へ変更されたもの。式の寄りの区間は、 大橋線の一部と統合した形である。また、式の車庫前発着がメインとなる過程で、路線名も式の線に改められている。2017年4月1日から運行取り留めになった。あとに明け物川地区以北では、大阪バスが近鉄八尾駅と JR 式の駅を結ぶ八尾の線が2019年9月23日に開設され、 道路線の運行取り止めによって生じた公共交通空白地域の一部が解消されている。戦術の通り、有尾や尾への乗り入れに伴い07番となっている。08番は、JR 九宝寺駅と地下鉄谷町線、八尾南駅を都市計画道路、九宝寺大田線経由で直線的に結ぶ路線で、2009年4月8日より運行を開始した。主に、 大阪市平野区の長吉六丹東部地区から JR、旧法寺駅へのアクセス確保を目的に新設され、南大市道、長吉六丹地区から JR 線、地下鉄線へのアクセス改善とともに、八尾式の本地区より、八尾市立病院へのアクセスも担っている。後日する八尾線との重複区間、八尾南駅前対象北小学校前からの JR 線へのアクセスとしては、 運行本数の面では劣るものの、八尾線が普通電車のみ、停車の JR 八尾駅に接続しているの対し、道路線の接続する旧法寺駅は、快速停車駅であること、大阪東線の始発駅であることの利便性に加え、JR 八尾駅付近の踏切による、渋滞の影響も受けないなどの利点がある。2012年4月8日より、朝を除き、大阪市立、 クラフトパーク経由の0級番が運行するようになった。同パークには以前は大阪市 A バスの 61C61D5 系統も乗り入れていたが、2015年10月の経路変更で経由便がなくなっている。2016年6月1日から利用者減、運転士不足を理由に JR 九宝寺駅や大南駅の路線は土曜日に一往復のみの運行となり、 2017年4月1日から運行取り留めとなった。74番75番は、八尾南駅から八尾市南部の沼、大田地区を循環する路線であった。最初は74番のみであったが途中に、一新会八尾総合病院ができたことで、75番に一部が置き換えられたが2017年4月1日に運行取り留めとなった。2003年から1年間、 試験的に1時間に1便程度の頻度で開設したが、利用が低迷し、運行日も前曜日から平日のみに変更。晩年は、沼循環用車の出入口を兼ねた休日一、往復のみの運行となっていた。2016年6月1日のダイヤ変更にて、利用者限及び運転士不足のため、全便が廃止となった。昼間時に関しては、富田林ばし、 レインボーバスがカバーしている。ただし停留所数は、道路線より少ない。37番の系統番号は2018年4月2日から、PL 病院乗り入れ系統に転用された。これまで金剛東団地をまたいで、富田林駅と金剛駅を結ぶ路線は、団地が両社の営業エリア境ということもあって、実現しなかったが、 2012年10月1日から12月31日まで、富田林市の社会実験として、両駅を結ぶ路線を昼間と記録、往復運行している。南海バスが午前13往復、近鉄バスが午後3往復を運行。今後東団地内の2社が重複する区間は、通過運転し、両社が従来単独となっている区間に限り停車する。無停車区間を挟んで、 起点側は乗車専用、終点側は降車専用、富田林や駅発の場合 PL 病院前まで乗車のみ、公園前から降車のみとなる。支払い方式はスルッと関西のカードもしくは現金となり、各社のバスカードは利用できない。2013年も社会実験として富田林や駅前と金剛駅前をノンストップで結ぶバスが運行された。先日の通り、 富んだばやしし、レインボーバスのうち西回り以外の系統は2003年に追加されたが、利用率低迷で2005年9月末に廃止された。これらの系統は、駅に立ち寄らない系統があったり、1日4便程度と、運行便数が少ない系統もあった。いずれも、三菱不装、エアロミディ ME を使用していた。廃止後、使用車両は、不正営業所担当の警察病院線。 稲田営業所担当の特案系統に転用された。2015年12月11日付で廃止。近鉄バスはかつて、大宮発着のサテライト号、国際工業バスと共同を運行していたが廃止し、道路線開設までは埼玉県発着から一旦撤退していた、道路線廃止後も土地の記号が区喜駅に停車するため、埼玉県発着は継続されている。 分社開港、近鉄バスは、日野自動車製に加えて、いすず自動車製バスも導入するようになった。現在は、いすず製 OEM 車や、J バスの統合車種も導入されている。今後東団地線には、大型アンステップの AT 車が運用される。また、恩地線、氷丹山、山本系統には、CNG ノンステップバスも使われている。大型車は、山本線、恩地線、 京谷山、山本系統、八尾線、富田林線、金剛東団地線、教育大学線で、それ以外は、中型車か小型車が用いられる。コミュニティバス用は、それぞれの路線の項目を参照。高速バスは、日野、セレガを中心に、三菱扶装、エアロキングも在籍する。運賃箱は、サ,クサ、旧、田村電気製を使用していたが、 2015年4月に IC カードに利用開始に伴い小田原機器のバーコード読み取り機付きの新しい運賃箱に取り替えられた。2016年6月にはフルモデルチェンジされたブルーリボンが導入された。長い間路線バスは日野自動車製のみであったが2018年にイスズ自動車製が導入されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。